技術が限界を超える絶対不可能と言われたプロジェクト。平成11年11月、小笠原諸島から北西380キロの大海原で前代未聞の大捜索が実施されました。探し出すべきものは大きさ3メートル程度の小さな物体、 H2 ロケットエンジン。種子島宇宙センターから打ち上げられ失敗に終わった H2 ロケットのエンジンは、原因究明と日本の宇宙開発の実現のため回収することが絶対不可欠でした。しかし深さ3000メートルもある大海原の中から小さなエンジンを探し出すのは至難の業です。エンジンの回収を引き受けたのは、宇宙同様に未知の世界が広がる深海に魅せられた海洋開発技術センターの技術者たちでした。宇宙と深海を結ぶ前代未聞で絶対不可能と言われたプロジェクトです。エンジン捜索の鍵を握るのは海洋開発技術センターの海洋調査のスペシャリスト、門馬博康。海底調査を20年以上続けてきた男です。門馬はこれまで海底を映し出すディープ2という自身が開発した機械を使って探索してきました。これで探し出せなければ20年間は無駄になる。門馬は平成9年重油流出事故を起こしたナホトカ号を漆黒の海から見つけ出し、事故原因究明に貢献したことで有名でした。日本の宇宙開発の発展のために門馬の知恵と技術が必要でした。門馬をはじめ15名の精鋭が集められチームが組まれます。打ち上げ失敗から4日後、チームは意気込んで海に繰り出します。与えられた時間は13日。限られた時間内で海の中から手芸用ビーズを探し当てるほど難しい捜索と言われていました。宇宙開発事業団からは有田誠が同船し捜索に当たります。あまりにも広い海を前に、有田はロケットエンジンを海の中では砂粒だと思ったと振り返ります。周囲2キロをカバーする最新鋭のソナーを使った捜索が始まります。わずかなソナーの動きを察知する門馬の勘は神業と言われていました。宇宙開発事業団では落下したロケットエンジンの落下場所を特定するため軌道の計算が行われていました。海底3000メートルから遥か上空の宇宙から落下したエンジンの落下地点を計算するのは人間コンピューターの異名を持つ宇治の勲。宇治のは風向き、水温、重量など20以上のデータを用いて落下場所を特定しようとしていました。一つでも計算を間違うとエンジンは見つかりません。この時宇治野には日本の宇宙開発、ロケット開発の将来がかかっていました。徹夜で行った宇治野の計算の結果、長さ 26.5 キロ、幅 3.5 キロのエリアを徹底して探すように海底探索チームに依頼します。その頃本格的に調査を始めた門馬はソナーのわずかな動きを見逃さぬよう画面を食い入るように確認していました。少しでも気になる反応があるときはロボットのカメラを潜らせて実際の目で確認しました。この作業を繰り返します。捜索から5日目、門馬はソナーの針が示すほんのわずかな変化に気づきます。そしてカメラが捉えたのはロケットの配管、パーツ、そしてエンジンカバーでした。一同が湧く中、有田は冷静に本来あるべきエンジンが入っていないことに気がつきます。その頃東京の宇治野から1枚のファックスが届きます。エンジン本体は空中分解し別の場所に落ちた可能性がある。しかし落下予想場所はすでに門馬が調査を終えた場所を示していました。つまり宇治野の計算は門馬の見落としを意味しています。普段は
寡黙でおとなしい門馬は景色番だといいます。宇治野と門馬の主張は対立を続け、調査日程は終了を迎え、メインエンジンは見つからず、捜索は打ち切られてしまいました。調査終了から3日後、門馬を訪ねてきた男がいました。計算を担当した宇治野です。宇治野は計算の根拠とエンジンカバーなどの焦げの様子から、カバーから13キロほど遠い場所に落ちた可能性があることを門馬に伝えます。門馬は計算の緻密さと正確さに言葉をなくし、もう一度挑戦し責任を全うしたいと申し出ます。同年12月19日、門馬はもう一度出航します。2度目の挑戦の調査期間は15日。門馬が開発したディープトゥーを使い、24時間体制で調査を進めます。ディープトゥーは門馬自身がオンボロ機というほど古く、性能も低いものでしたが、非常にシンプルで頑丈であることが利点でした。頑丈さが取り柄のディープトゥーなら24時間連続調査も可能です。調査開始から5日目、ソナーにわずかな異変が表示され、門馬を目を向きます。門馬は場所を再度計算し、翌日に特定の場所を再度調査するよう船長に掛け合います。船長は時速 1.2 キロのスピードで深さ3000メートルの海底を調査できるように細心の注意で船を動かしました。ソナーやモニターには明らかな人工物が映っていました。しかし潮の流れが船の安定走行を邪魔をします。その場を何度も往復する作業が続きます。そしてついにロケットエンジンであると分かる姿を捉えます。宇宙開発事業団から同船していた有田はすぐにエンジンだと声を上げ、船内は歓声に包まれます。門馬はすぐに船長のところへ行き、名人芸だと船長の操舵技術を称えます。ディープトゥーの操作よりも船を動かす技術の方が難しい状況下での捜索でした。2度目の捜索でこの時門馬は初めて笑顔になったといいます。不可能と言われた調査は、海底捜索チーム、宇宙開発事業団チーム、船の乗組員たち全員の執念で成し遂げられました。回収されたエンジンは徹底的に分析され、当初失敗の原因とされていたところは違う部分が原因であるということが判明しました。このことは日本の宇宙開発にとってとても重要な意味を含んでおり、今日までの日本の宇宙開発の基礎となっています。宇宙と海底、それぞれのエキスパートが協力し合って発見されたロケットエンジンは、日本人同士の協力する姿勢、助け合う姿勢を象徴していたと門馬は振り返ります。諦めない心と協力する心、昔から現代にも通じる日本人の気質です。この日本人の気高い気質がなければ、ロケットエンジンは今も深海に眠ったままになっていたことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。
限界を超える絶対不可能と言われたプロジェクト。平成11年11月、小笠原諸島から北西380キロの大海原で前代未聞の大捜索が実施されました。探し出すべきものは大きさ3メートル程度の小さな物体、 H2 ロケットエンジン。種子島宇宙センターから打ち上げられ失敗に終わった H2 ロケットのエンジンは、原因究明と日本の宇宙開発の実現のため捜索に当たります。あまりにも広い海を前に、有田はロケットエンジンを海の中では砂粒だと思ったと振り返ります。周囲2キロをカバーする最新鋭のソナーを使った捜索が始まります。わずかなソナーの動きを察知する門間の勘は神業と言われていました。宇宙開発事業団では、落下したロケットエンジンの落下場所を特定するため軌道の計算が行われていました。日本の宇宙開発の発展のために門間の知恵と技術が必要でした。門間をはじめ15名の精鋭が集められチームが組まれます。打ち上げ失敗から4日後、チームは意気込んで海に繰り出します。与えられた時間は13日。限られた時間内で海の中から手芸用ビーズを探し当てるほど難しい捜索と言われていました。宇宙開発事業団からは、有田誠が動線シスト、門間博康、海底調査を20年以上続けてきた男です。門間はこれまで海底を映し出すディープ2という自身が開発した機械を使って探索してきました。これで探し出せなければ20年間は無駄になる。門間は平成9年、重油流出事故を起こしたナホトカ号を漆黒の海から見つけ出し、事故原因究明に貢献したことで有名でした。回収することが絶対不可欠でした。しかし深さ3000メートルもある大海原の中から小さなエンジンを探し出すのは至難の業です。エンジンの回収を引き受けたのは、宇宙同様に未知の世界が広がる深海に魅せられた海洋開発技術センターの技術者たちでした。宇宙と深海を結ぶ前代未聞で絶対不可能と言われたプロジェクトです。エンジン捜索の鍵を握るのは海洋開発技術センターの海洋調査のスペシャリスト。